あ、どうも、あのリアルジョーカー君、あの先ほどあの動画拝見しました。ありがとうございます。あの、ええ、あのだからあの来月あたり僕も、ね、失業保険が入るので、その時あの渋谷に行きましょう。渋谷に来てヘズマさんと、あ、ヘズマさんの都合、あの都合は本当わからないんだけれども、僕はコラボします、あのジョーカー君と。で、あのヘズマさんがもしあのね OK、 まあ多分おヘズマさんは優しいんで OK してくれると思うんですよ。もちろんそれは OK なんで、だからあのね、あの僕がちゃんと言う、あのジョーカー君もちょっと精神的なあれをちょっと抱えているから、あのまあ今回バージョンちょっと多めにあの見てあげてくださいと、僕はヘズマさんに頼むから。まあそれは多分ヘズマさんは優しいから、あの3人というか、あのいろんな人たちもたくさんいて、それであのコラボしましょう。で、あので、僕とジョーカー君はあのコンビを組んで、あの渋谷であの迷惑系動画を作りましょう。で、皆さん、あのスペースというものがありましてですね、ツイッターのスペースというのがありまして、やっぱジョーカー君がホスト、まああのまあとにかくその配信してるっていう立場で、まあ、えらくはないんですけど、でその方を ある程度、ね、その方がその自由にというか、その方にまあ割とあの権利があるわけです、立場的に。しかし僕と例えば誰か来た時に盛り上がるんですよ。そのジョーカーさんが分からない話をあの僕とあのもう一人の方とめちゃくちゃ盛り上がった時に、ジョーカーさんが、すいません、僕それ知らないんですけどって言ったら、僕がいや知らないんなら黙ってもらえますかっていうふうに言うわけです。でそれが結果的にあの嵐と思われちゃうわけです。嵐と、でそれがまあ誤解を生んで、ってことは結構これが何回もあるんですよ。これ1回だけじゃなくて何回もあって、僕の気持ちも分かるじゃないですか。そんな僕の気持ちも、まあ、分かるじゃないですか。そらね、それ盛り上がってるのに変な話題に切り替えられたら、こっちもね、そら腹立ちますよ。腹立ってないのか、それ。だから、あの、呼ぶやりが入らない、電話とかの方が、やっぱその、大事な話をするときはいいんですよ。で、まあ、僕、まあ、それ悪いですからね、実際ね。それ、ホストのジョーカーさんがそれ怒ってるから、僕はそれに対しては謝罪しないといけないんですよ。本当すいませんでした、あの、ジョーカーさん。で、あの、来月あたり、もう一度、渋谷でコラボしましょう。それで、ヘズマさんと、あの、僕と、あの、ヘズマさんがなんか、あの、うまいこと、企画を、ね、教えてくれて、僕とジョーカーさんが面白い動画を作れるように頑張りましょう。ありがとうございました、ジョーカーさん。一緒に頑張りましょう。頑張るぞー。